もしもしごめん、今起きた。うん。できるだけ早く準備していく。起きてる、起きてる。はーい。ごめんね、はーい。お待たせー。ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。ごめんって。で、今日どこ行くの <laughs> どうしたの遅刻したのに謝罪もなしいやごめんって言ったじゃんごめんごめんなさいもういいでしょ何それ謝ったじゃんはあ意味わかんないんだけどいや申し訳ないとは思ってるよだからごめんって言ったんじゃんじゃあなんでいつも遅刻してくるのってだって 準備間に合わないんんだもんできるだけ君に可愛い姿で見てほしいから髪とかさ服とかメイクとか時間かかるんじゃんじゃあ何適当な服でくればいいってこと寝坊しないのはだってそんなのアラームで起きれないんだもんねえせっかくのデータなのに喧嘩したくないんだけどなんでそんな怒ってくんの はあ、意味わかんないじゃあ何今日のデートなしってことはあここまで来たのにじゃあ家出る前に行ってよとにもう交通費も無駄になったしもうえ謝ってってごめんすいませんでしたもういい はあ謝ったじゃんちゃんと謝ってないって別に謝り方なんてどうでもいいじゃんはあ分かんないなもういい私帰る何だって今日デートしないんでしょいや確かに初めてのデートだったけど君と出かけんの初めてじゃないし 付き合った後の1回目ってだけじゃんだから別に特別感も何もないしっていうかいつも怒んないのになんで今日だけ怒るわけ何付き合って初めてのデートだからちょっとウキウキしてたのにとかそういう話はっ <laughs> めめし何それもういい帰るじゃあね はあ、あのあと LINE しても既読つかないし何、はあ電話するかあレ出たもしもしなんで LINE 返してくんないの気分悪いんだけどは別れるなんで この間のことまだ怒ってんのいや私もあれは反省して <laughs> <違う> <laughs> いや違ういえ分かったちゃんと謝るごめんなさい私が悪かったですうんなんでなんで別れるなんて言うの私のこと嫌いになったの 嫌いじゃないけどああいうこと言う女は無理ってだって可愛いいって思って欲しかったんだもん私だって初デートだから髪とかメイクとかちゃんとやりたくて前の日ドキドキして寝れなくて寝坊しちゃったのごめんなさいめめしいとか言ったけど私も一緒だった思ってもないこと言ってごめんなさい ねえ、別れるなんて言わないで。やだ。ねえ、お願がき、切れちゃった。どうしよう。本当に別れるってなったらどうしよう。<laughs> あ、え、ヤホー、来ちゃった。待って。ねえ、本当に反省したの せめて話だけでも聞いてほしいお願い今日が都合悪いならまた改めて来るからねえ何か言って、うん、<laughs> ダメってことじゃあ今日は帰るあ何 いいのありがとううんあこれあの手土産ですうん家の近くのケーキ屋さんで買ってきたご機嫌取りとかじゃないうんそのこの間は すみませんでしたあ,あの遅刻したのをちゃんと謝らなかったのも悪いし起きれなかったのもちゃんと誰かにモーニングコール頼むとかなんとかするべきだったし怒られて逆ギレするなんて絶対しちゃいけなかったと思う何 まだ謝ってないこと。何素直にならなかったこと。どういうことあ、なんで言ってくれなかったの何を寝れないとか、遅刻しそうとか。だって、あ、その、 楽しみにしてるって思われるのが恥ずかしかったうん寝れなくて寝坊しそうって分かったら迎えに行けたあそっかそしたら君をあんなに待たせることもなかったんだそっかあんな公専の面前で喧嘩することもなかったし なんら、もっと早く一緒にいられたそっか考えが足りなかったごめんなさいうん反省した君さ自分から告白して私と付き合ったって思ってるでしょ違うんだよ私がねあゆみ、あの 紹介してくれた子にお願いしたのああ写真見せてもらってかっこいいなって思って私が紹介してって頼んだのだから私の方が先に好きだったの私素直になれないからその自分が主導権握られちゃうの苦手っていうかなんか嫌になっちゃうのだから なめられたくないなってでもそんな私の小さいプライドで君と別れるなんてやだ私が全部悪かったから別れるなんて言わないでください許してくれるの本当にありがとうごめんなさい <laughs> 泣きすぎた頭痛い,たいうんうん今日このあと今日はお休みですなんで敬語なんか敬語になっちゃったうん君もお休みなの 初デートのやり直しでも私も泣きすぎて顔がおうちデートいいのうんするじゃああとで一緒にスーパー行って晩ごはんいに作って一緒に映画なんか見てまったりしよう。 ね、大好きんこれからは素直になろうと思って <laughs> んまだまだ意地張っちゃうことたくさんあると思うけど注意してくださいこれからもよろしくお願いします